の正気に触れ体調を崩す者も多いと報告を受けています。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが、それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。リンク、早く原因を突き止めましょう。壁画は、王家に伝わる古文書には、はるか昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、この像にかたどられていたソナウソクと、これは私たちハイリア人のようですね。ソナウソクはまるで天から降りてきたように見えます。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし、神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら、天より降臨せし一族とはソナウ族、その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。しかしそこに邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。全て古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。
描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい、やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。これは大発見です。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。この先は埋もれていて見られませんね。ここは一体何なのか、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。你怎么关嗓子了？怎么看到了吗？卢克的大书卷，
没有抓到。気が疲れたようですね、リンク殿。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。他就拿到了自己的破损的大师剑。哇，剑。这个 AB 键这个我都没有调整，它是 A 是 B 键， B 是 A 键，等我下次玩的时候把它调整过来，把它调整成这个 GBD Win4 的本身的这个 AB 键。得到了一个裤子。
装备上。这就是塞尔达传说王国之泪，使用的设备是 GBD Win 4。他就拿到了自己的手机，哦，应该是平板。
好，这就是使用吉卜力温室玩这个《塞尔达传说：王国之泪》模拟器。